関口正一6月4日隊は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、自由民主党参議院議員会長。元埼玉県議会議員。父は、参議院議員、埼玉県市会市会会長を務めた、関口敬造。埼玉県秩父郡皆野町出身。日本大学豊山高等学校、情勢史家大学史学部卒業。大学卒業後、 出身地の秩父郡南野町で市会院を開業。1995年、埼玉県議会議員選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選。以後3回連続当選。2003年、翌2004年の第20回参議院議員、通常選挙に埼玉県選挙区から出馬する意向を表明。しかし、その直後に浜田卓二郎参議院議員が、 埼玉県知事選挙への出馬を表明し議員辞職したため同年10月26日に行われた補欠選挙に出馬。民主党公認の島田千佳子、共産党公認の安倍幸世ら二人の候補者を破り当選。2004年第20回参議院議員通常選挙に自民党公認で埼玉県選挙区から出馬し再選。2006年安倍内閣で 外務大臣政務官に就任。2010年、第22回参議院議員通常選挙に自民党公認で埼玉県選挙区から出馬し、道区トップで参戦。2013年、第2次安倍内閣で総務副大臣県内閣府副大臣に就任。2016年、第24回参議院議員通常選挙に自民党公認で埼玉県選挙区から出馬し、 トップで4選。2017年自民党参院国会対策委員長に就任。2019年自民党参院会長に就任。ありがとうございます。